여러분안녕하세요武田明子です。今日はギロ肌と意味の似た表現を集めてみました。ギロ肌は何々することにするという意味で、決定や約束を表しています。내일아침일찍떠나기로했어요。明日の朝早く出かけることにしましたという意味になります。そしてこれに似たのが旅後肌というのがあります。これはしようと思うという意味になります。意思を表す表現です。제가그일을하려고해요。私がその仕事をしようと思いますというように意思を表しています。もう一つ意思を表す表現で、ごじゃ肌というのがあります。これは講義や報告など公の場所で用いられる少し硬い表現になってきます。지금부터설명을시작하고자합니다。今から説明をすることにいたしますというふうに日本語でも少し固めに訳すといいでしょう。もう一度整理してみます。발표하기로했습니다。発表することにしました。これは決定、約束。발표하려고합니다。発表しようと思います。意思。발표하고자합니다。発表することにいたします。公で使う固い表現。このように似ている表現でもニュアンスを理解して使い分けてみましょう。오늘은이상입니다。안녕히계세요。